誰もが特別に始まった捨てられなきラジオのステージ、それは映画のようなまるで映画のようなどこにでもあるストーリー、街が茨城の道のりが丸付けられるのはいくつだ、何が良くないのかどこが良くないのか騒音まで教えてくれよ、明け方の妄想気筒など非道と勘違いの英雄ごっこ、もう渋滞時点だどうしようもどうしようもなきよな、こんなはずじゃなかったよだってどんなはずだったんだよだって思えば思うこと、いやこれじゃないな、いつの日か大大終わりは来るかな、隠した